オーストラリアニュージーランド銀行は、オーストラリアの市中銀行。175年以上の歴史を有し、現在は、オーストラリアニュージーランドアジア、太平洋地域、そしてアメリカ、欧州、中東を含む32の国、地域で展開。ロゴはレンをイメージしたものである。S&P、NZX50 構成銘柄。アンズは、 例年オーストラリア大企業トップ10であり50%以上のシェアを持ち、ニュージーランドのトップ企業の一つとなっている、アジア地域や太平洋地域での活動も顕著であり、スーパーリージョナルバンクを目指している。合計銀行の中で、アジアでのプレゼンスは最大で、オーストラリアではコモンウェルス銀行、ウェストパック銀行に次ぐ、オーストラリアで3番目に大きい銀行となっている。 アンズはクリニッチアソシエーツの2013年調査にてアジアにおいて第4位のコーポレートバンクに選ばれている。環境、持続可能な経営の観点からもアンズはダウジョー・オンズ・サステナビリティ・インデックスに6年間で5度目となる銀行部門のトップに選定されており世界で最もサステナブルな銀行となっている。アンズはオーストラリア、ニュージーランドをはじめ アジア太平洋地域においても各種スポーツをスポンサーしている。全豪オープン、上海ロレックスマスターズ、ラグビーワールドカップ2011などのスポンサーを務めているほか、2008年以降、シドニーオリンピック開会式のメインスタジアムとして使用された競技場の命名権を有しており、アンズスタジアムと呼ばれている。2013年2月に、 大阪で開催された2013、ワールドベースボールクラシックの強化試合においては、日本代表チームと対戦したオーストラリア、代表チームの公式日本スポンサーとなった。外貨定期預金、仕組み預金、海外送金、現地口座開設の媒介、オーストラリアドルニュージーランドドル、その他外貨の顧客との外国為替取引、金利スワップ、商品デリバティブ等の店頭デリバティブ取引、 顧客との資金取引、コーポレートファイナンス、輸出金融、輸入金融、プロジェクトファイナンス。下記は主なパーソナルバンキング業務の提供サービス。1835年バンクオブオーストラリアとして英国で設立。1951年ユニオンバンクオブオーストラリアと合併し、現在の銀行名に解消。1969年日本。 東京に駐在院事務所を開設。1977年本店所在地を英国からオーストラリアに移転。名実ともにオーストラリアの銀行となる。1985年日本東京支店を開設し、日本での営業を開始。1987年日本個人投資家向けに外貨預金の販売を開始。1989年ニュージーランドのポストバンクを 買収し、ニュージーランドでの営業基盤を拡大。1990年日本、大阪支店を開設し、西日本での営業基盤を拡大。同年、ナショナルミューチャルロイヤルバンクリミテッドと、タウンカントリービルディングソサイティを買収。2001年、バンクオブハワイのパプアニューギニア、バヌアツ、フィジーの支店を買収。2002年、ING グループと共同でオーストラリア、 および、ニュージーランド国内において、投資信託および、生命保険業務を開始。2003年ザ・ナショナルバンク・オブ・ニュージーランドを買収。2004年カンボジアにて、ロイヤルグループと資本提携、銀行を設立。2006年中国治安人シティコマーシャルバンクに出資。2007年最高経営責任者にマイク・スミスを指名。同年、 バウジョーンズサステナビリティインデックスにおいて、リーディンググローバルバンクとの評価。同年、マレーシアのアンブホールディングズバーハット、中国上海ルーラルコマーシャルバンク、ベトナムのサイゴンセキュリティーズインコーパーション、ラオスのアンズ、ビエンチャンコマーシャルバンクに出資。2009年上海万博、全豪オープンテニスグランドスラムアジア、パシフィック大会へのスポンサーを発表。 ロイヤルバンクオブスコットランドの台湾、シンガポール、インドネシア等の資産を買収。ING とのジョイント会社であったオーストラリア及びニュージーランド国内における資産運用、生命保険会社を100%子会社化。同年、欧州の農業部門の金融会社ランドマークファイナンシャルサービスを買収。2010年日本、名古屋出張所を開設2012年日本。 日本で個人投資家向けに外貨預金を開始して25周年を迎える。日本、J マネー氏の東京外国為替市場調査より5ドル NZ ドルの通貨別ランキングで20年連続1位を獲得。ニュージーランド現地法人アンズ・ナショナルバンク・リミテッドをアンズ・バンク・ニュージーランド・リミテッドに称号変更。アンズ・グループの社会貢献活動は教育、 雇用機会の創出、金融リテラシーの向上、サステナビリティの確保、都市、地方間の経済社会格差解消の各分野に焦点を当てながら、各国、地域の地域性や市場環境を考慮して、柔軟に取り組んでいる。ありがとうございます。